8月3日、札幌競馬場で行われた 7R、3年上1勝クラス、打線メートル、は、高杉塚崎騎乗の1番人気、設定6、メス3、二歩、竹内正宏、が解消した。1.14馬審査の2着に2番人気の淀野ゴールド、オス6、立党、西園正人、3着に新前社員、オス6、立党、飯田雄二、が入った。 勝ちタイムは0時59分1秒、両。単勝1.4倍、高杉塚崎騎乗の一番人気、設定6が抜け出して断然の人気に応えた。前半から飛ばしていったものの、番手の馬と並走するような逃げを展開。厳しい形にも直線では自力を発揮して抜け出し、スピードを衰えぬまましっかりとゴール盤まで駆け抜けた。